アムニャンのスーパーイリュージョン。お次にハムニャンがやってきたのは灘中央市場内のお店、漬物茶屋竹長さん。店頭に並ぶ商品はお漬物をはじめ調味料、お味噌などすべて無添加。店内では選び抜かれた日本各地のおいしい日本酒、そして無農薬米に無添加のお味噌、その他こだわりの食材を使った体に優しい定食などもいただけます。そんな竹長さんにやってきたハムニャン、一体何をするのだろうか。ハムニャンがまず目をつけたのは日本酒の瓶。こちらは東灘区泉酒造の日本酒古泉。兵庫県産の新米で醸した純米吟醸に織りを絡めた室賀生原酒。フレッシュで華やかな香りと甘みが口の中に膨らみます。このお酒で一体何をするのだろう。ハムニャンが指さしたのは男性客の顔。一見変わったところは見受けられないが、ハムニャンのおすすめの日本酒を飲む男性客。ご満悦の様子、自然と笑みがこぼれる。最後の一滴まで美味しくいただいた男性客。よく見てみると、なんと顔の色がほんのりピンク色に変化。次のハムニャンのおすすめは、同じく東灘のお酒、桜正宗の水道筋恵比寿。兵庫県産の山田錦を 65% に磨き醸した純米酒。こちらは淡麗でやや辛口、キレのある味わいに仕上がっている。ハムニャンのおすすめのお酒、こちらも気に入った様子。おやおや、ハムニャンのお酒マジックが効きすぎて寝てしまったようです。きっといい夢を見ているのでしょうね。さてさて、今店主さんがお椀に入れているのは何やら黒い玉状のもの。周りには色とりどりのあられのようなものがついている。どうやらこれで何かやってくれるらしい。まずはハムニャンの合図で店主さんがお湯を注ぎ入れる。まだ特に変化は見られないが、さらにハムニャンの合図で女性客がお箸でかき混ぜてみると、なんと中からわかめやお豆腐が現れて、たちまちお味噌汁に。ハムニャンのマジックで黒い玉が美味しそうなお味噌汁に変化。これには店主さんもびっくり仰天。ハムニャンのマジックまたもや大成功。次はどんな奇跡を見せてくれるのか。